Алоха, с вами Swordflame. Вне видео я повыполнял дополнительные квесты и поднял отношения с девчонками. Никаких диалогов там не было, но зато теперь открылись с ними какие-то ивенты. И один из дополнительных квестов я не выполнил. Выполним его в этом видео, поскольку в нем есть диалоги с Верушкой. Итак, погнали!取りに行くしかないか。どうかしたんですか？調べたいことがあるんだが、教皇庁に置いてきた実験器具が必要でな。あまり近づきたくはなかったが仕方ない。取りに行くとしよう。私も行きますよ。森危険ですもんね。 そうか、助かる。そうだ、ある。 今度は開閉橋のあたりに凶暴な邪妖が出現したらしい。お、倒しに行くのか。頑張れよ。ある。わかったって。私も行く、行くから。 ねえ、ある？森での約束覚えてる？もちろん。この任務が終わったらユーラルムに連れてって。で、気づけばもうユーラルムにまで来ちゃってたけど。ちょっと街に出て昔遊んだりしたところ回ってみない？ うん、そうだね。せっかくだし出かけよう。やあ、エレノア。あれ、どっか行くの？ちょっと、ヨーマさんにチョコを届けに。そっか、気をつけて。 ヨーマに。危ないよ。何言ってるのさ。大丈夫ですよ。そんな怖い人ばかりでもないですから。心配だから私もついてくよ。<笑>それはそれで楽しそうですね。一緒に行きましょう。
切り裂く。よし。よし。あれが目標。あの邪妖は数年後、町から出て多くの人を殺すらしい。え、どういうこと？ロエル・ジリス様は未来を見通す。危険な邪妖が危険になる前に排除する。よくわかんないけど、すっごく悪い邪妖ってことだよな。行くぞ、ベルーシカ。アリューシェン、アリューシェン、いいね。よし、いいぞ。排除完了。はあ、相変わらずベルーシカの戦闘はすごいな。真似できる気がしないよ。自分の体を守ろうとするから俺のように動けない。え、そりゃ誰だって自分の体を守るでしょ。効率が悪い。そう言われても本能的に守っちゃうのは仕方がないし。安全性を考えろって。ベルーシュカも死にたくないだろ。死んでも構わない。俺の代わりはいくらでもいる。ルド教団がそんなことを言ったのか。違う。俺を作った人。誰だよそいつ。見つけたらぶっ飛ばしてやる。どうせもうすぐ尽きる命だ。使うなら効率よく使わないと。そういうこと言うなよ。命を効率よくだなんて。結果報告。汎用。
次に指令が来たら知らせる。あ、頼ってはくれたみたいだ。ただベルーシカとの距離まだまだすごく遠く感じる。埋められるのかこの距離を。新しい技使ってみる。だいぶ薄くなってきてる。急がないと。アルシェ、もう一つ伝えておくことがある。ユーラルムを襲った邪妖たちは先ほど教えた研究施設から発生したものだ。私は直接関わっていなかったから詳しいことまではわからないのだが、何かの研究の失敗によって施設で研究されていた邪妖たちが逃げ出したらしい。教皇庁が首都移転を行ったのは研究施設の存在を隠すためでもあったんだ。そんな、私の故郷は教皇庁に奪われたということですか。教える必要はないかと思っていたのだが、お前が自分の道を決めるためには必要な情報かと思ってな。ありがとうございます。確かに見ただけじゃ研究施設だなんてわからないわ。坑道の奥の施設か。まずは入り口を探そう。アリューシェ、アリューシェ、よし。よし。いいぞ。いいぞ。アリューシェ、アリューシェ、
切り刻む、切り込む、やっ、どけ、やった、ふっ、へっ、やっ、いっ、はっ、へっ、よし、やっ、せや、おそい、はっ、いっ、はっ、せ、やっ、よし、切り刺す、はっ、やっ、どけ、やっ、逃がさない、当てる、いいぞ、アリューシェ、よし、いいぞ、終わったか。にしても何なんだよあの声は。まさか月の女王なのか。アリューシェ、よし、当てる、行くぞ、おお、おい、遅すぎる、ふっ、だあ、やせや、いいぞ、当てろ、へ、だあ、やせや、よし、ふっ、へ、だあ、や、いいぞ、よし、
アリューシェ。よし。よし。アリューシェ。一緒にやるぞ。アリューシェ。よしよし。よし、いいぞ。よし。いいぞ。アリューシェ。よし。よし。探し物は見つかったみたいね。クリストフォロス。ああ、おかげさまで。こんなところに何をしに来た。月の女王についての手がかりを探すんだ。月の女王、やめておきなさい。危険な相手よ。無理だ。倒さなきゃいけない相手なんだから。威勢がいいな。なら止めはせん。十分気をつけるがいい。ありがとう。そちらの探し物は見つかったの？
残念ながらまだ探している最中よ。そういえば何を探してるの？それは聞かない方が賢明だ。そっか。じゃあ私は先に行くよ。ええ、気をつけて。走るがいい、この明けない夜の中で。そして奏でなさい、あなたの生きる音を。よし。よし。着いた。これが研究施設か。中はどんな感じだろう。気をつけないと。
あなたに憧れていた。ずっと追いつけない。私の目標だった。だが、あなたが道を誤った今、私はあの時の約束を果たす。来て。私を超えてくると思った。今お前は私を超えた。でもそのことをどこかで望んでいた。さよならだ。あなたは死なない。死なせない。結果報告。力を磨いた。足手まといにはならない。隊長、起きたんですね。ある。元の隊長ですよね。正気に戻ってますよね。ああ、そのようだ。隊長、よかった。下でみんな待ってます。行きましょう。まだ生きているなんて。ある。博士は話しづらいのかな。隊長の汎用実験、相当後悔してたし。本当に大丈夫なのか。こいつは汎用ですらない。完全な妖魔だ。そう簡単に信じてもらおうとは思わない。皆と共に戦うことで信頼は取り戻そう。ミュベールさんが一緒なら心強いです。私をあんな風にしたあいつらを許すわけにはいかないからな。また共に戦おう、ある。はい。
呼ばれてるんだ。リリオ。ううん、なんでもないわ。アルの方こそ、なんだか元気がないみたい。ミュベール隊長は私の一番の目標だった。ずっと先輩の背中を追いかけてきたんだ。それを追い越してしまった。しんみりしてるんだよ。してないってこいつすぐに自分の世界に入るからな入ってないってば。そんなことないよルエ、ドキドキしつこいぞ。しんみりが荒らさないで自分を見てみろ。しんみりなんて荒らしくない。ほら元気出せって。アルーシェ。ベルーシカ、どうした？ここに来て以来、ずっとお前たちを見てきた。なぜ、話すだけで笑顔になるんだ？なぜ、そこにいるだけで安心しきった顔になる。なぜそんなに幸せそうにしている。わからない。幼なじみがいればわかるのか。ベルーシュか、頼む。俺とその幼なじみになってくれないか。え、幼なじみってもちろん私たちは幼なじみだな。リリア、ルエ、うん、仲良くしてね。同じ教団の仲間だろ。そう固くなるな。頑張って勇気を出したのね。今自分の心の内を明かしておかないときっと後悔する。そう思ったんだ。そうね、きっとそうだよ。それじゃあこれからもよろしくな、ベルーシカ。ああ。
Ну что, вот так мы и вернули Нью-Вейл на сторону добра. И это было слишком легко, я ожидал, что оно будет каким-то мега сильным боссом. Но похоже, в этой игре все сюжетные боссы легкие. Или может быть, я слишком перекачан. Но я сделал это не специально, я просто выполняю дополнительные квесты. Ведь некоторые пропадают, если не выполнить их в определенной главе. Но да ладно, я рад, что она присоединилась. Она достаточно красивый персонаж и, я думаю, мощный. А тот зверек, которого я сейчас получил, и вон он сзади стоит, похож на зверька из Final Fantasy 15. Не знаю, был ли он в основной игре, но в демке он точно был. Очень похож. Тогда на этом моменте я это видео закончу, и в следующем видео пойдем снова в шахты, за которыми находится лаборатория. Если же вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!